皆さんこんにちは、田中玲子です。今日はなんと目の下のたるみです。私は本当に若い時から目の下のたるみってのがすごく自分でも悩んでもあったんですよ。思い返せばもう10代の頃から悩んでたような気がします。ですから私は目の下のたるみを本当に取りたいと思って開発してきたつもりなんですよ。リッチクリーム、これボトックスクリームなんですよ。ボトックスってのは深いシワ、それからたるみ、そういうものをまたふっくらさせる、そういうものなんですよ。いいですか。まず、はい、取ります。目の下にこのくらい取って、はい、いいですか。これ目の下のたるみを取るのに強くやっちゃ絶対ダメですよ。目の下の皮膚っていうのは本当に薄いし、それから毛細血管も本当に細くてね、本当にデリケートなんですよ。ですからここは目の下のたるみを取りたいからと思って強くやったら逆効果だと思ってくださいね。いい？軽く押さえるだけなんですよ。軽く押さえる、本当に軽く押さえるだけなんですよ。いいですかね。リッチクリームをつけて軽く押さえる、軽く押さえる、軽く押さえるなんですよ。いい？ここからです。目の下尾点ってあるんですよ。わかりますか。このアイホールに沿って3本指をここに置きます。このまま指の腹をここに立てないで、指の腹全体で軽く押すんですよ。こうやって、もうわからなかったら3本指での指の腹をこういう形で軽く押してください。軽く押さえてね、ふわーっと軽く押さえるんですよ。軽くで、これかけたら8秒10秒ね、そのくらい押さえてほしいですね。少し時間を長く、そして今度はここからちゃんと離して、ずらせないで離して、この目の下から延長線上、こめかみよりもちょっと下、このたるみの延長線上に3本を置いて、これはしっかり中に押します。目の下のたるみを取るのにはね、ここに余分な溜まっているものを流す、これも大切なんですよ。たるみ自体は軽く押さえる、それからその横のところには、はい、しっかり今度は押さえる、押すって感じですね。これを本当にできたら朝晩、時間がなかったら塗布だけでもいいですから、軽く塗布だけでもいいから、目の下のたるみは本当に朝晩の手入れが本当に大切です。ぜひそうやって朝晩塗布してみてください。